ちゃか、本当に劇場当たらん。嘘。ええー。ちゃかは来てください。お、アーカイブで、アーカイブそうや、明日アップされるので、アーカイブ見てください。今日の超絶可愛いわ。いっぱい褒めてもらいました。嬉しい。そんないっぱい褒めてもらえた公演のアーカイブ見てください。褒めて褒めて。こんばんは。かい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 。なんて褒められたか。あれ、私はドントルックバックの表情を初めよかったよって言ってもらったり、あと雰囲気がいいって言ってもらいました。リハーサルからそれはめっちゃ言ってくださって、でもなんかキープすることが大事ですよね。なんか選抜もそうやけど、なんかキープすることが大事かなって思うから、なんか今日褒められてだからなんか次ぬるくなっちゃうのがなんかあるあるじゃないですか。だから次が大事だなって私は聞いてました。今日もよく飛んでた。いついつ今日の公演最前でうちわを持ちながら応援しました。ありがとうございます。うれぴー、うちわね、めっちゃ嬉しいね。聞いて今日知ったんですけどね、ユナナンのペンライトと私のペンライトが似てるみたいな話になって、で私ピンクと白なんですよペンライト。でユナナンもピンクと白やなって思ってたんですけど、ユナナンは白と薄いピンクらしいそれペンライトで表現してるファンの方すごいなって思いましたそう、似てるというかもうね一緒なんですけどね。ユナナンと似てる、好きなものが似てるんですかね。私も公園行きたい、来てくださいウェルカムウェルカム。え、薄いってどうやってやるんですか。薄ピンクってどうやってやるの。ね、電池切れかけしかできなくないですか。薄いピンクってどうやってやるの。え、ピンクって3色出せんの。嘘、私知ってんのあれやで、10色くらいのあれ、ピンク、ブルー、白、赤とか。え、すごいですね。ピンク専用のペンライトを買うってこと。やば、ちゃんと見分けれるようならな。それ、私アイドル 9年ちゃう、6年してるけど気づかんかった。すげえ、ピンク2種類ある。え、すごいすごい、12色なら薄いピンク。マジ？知らんかった、見つけます。羊のショーン楽しそうだった、行ってみたいって。そう、羊のショーンのある場所に行ってきました。すごい、めっちゃすごかった。羊のショーン知ってますか皆さん。いや、土曜のね9時ぐらいから、今もやってんのかな。そう、羊のシャーンっていうね、めっちゃ一言もちゃんとした言葉を発さないんですけど、なんか表情とか動きとかでなんか感情伝わったり、言いたいことが伝わってくる、なんかほんわかしたアニメなんですけど、そう、めっちゃ可愛いので、なんかその 牧場主さん、おうおうおうっていう人の家も実際にあるし、あの羊たちが寝たりなんか作戦会議とかするあの小屋もあるの。そう、行ってみてください。私はあのティミーが好き。ティミー、イーティーミーって知ってる？それもね、うん、お、行ってたメンバー4人全員好きだから写真見れてめっちゃ嬉しかった。そう、あのね、
私とれいちゃんとゆずちゃんとみおん4人で、もともと私とれいちゃんで、れいちゃん滋賀やからさ、行きたいなっていう話をしててしてて、でなんかその場にみおんがいて、でみおんをまずとにかく引きこもりから出そうっていう考えになって、みおんを誘って、まあ、3人奇数やから偶数で、あと1人、あ、ゆずちゃんも仲いいやみんなってなって、よく喋るメンバー4人で誘いました。3人は少ないけど5人は多いのそう、みおんたん、もうみおんたん誘ったら絶対来てくれるけど、誘わな来てくれへんからな。でもれいちゃんもそう、誘ったらね絶対来てくれるんですよ、 100% 来てくれるけど、なんか誘わな来てくれへんっていうそう、なんか私はなんかインスタグラムをなんか充実させたくて、いっぱいメンバーに助けてもらってます。誘わな来てくれ私は、私誘う方です、割と。しおんちゃんもね、救出作戦めっちゃする、めっちゃ騒いでた。ほんまですか？いや、その日はもうとにかく暑くて、雨予報やったんですよその日で、私傘とかちゃっかり持ってきてたんですけど、めっちゃ暑くて逆に無言みたいな感じ、早くご飯食べよう、早くなんか飲もうみたいな感じなのまた誰か救出作戦します。晴れ女私とれいちゃん、そうなのよそうそう、今度誰救出したいかな。引きこもり誰ですか？救出というか、私シンプルにジオンとご飯行きたいなってさっき話してたんですよね。引きこもり教えてよ、誰、私が連れ出してあげるなんか間違えてフォローしてる。俺やば、いっぱいおるやん、メンバーメンバーシンシン、シンシン、そうなんや。ミカナ、ミカナはミカナ、ミカナいいけど、なんか意外な組み合わせですよね。ミカナも喋らんな私。あ、アナンちゃんね、そう、みゆちゃんね、ジオンがみゆちゃんと仲いいって言ってて、私もみゆちゃんと喋りたいなって思ってたからね、なんかちょうどいい感じ。8期生は知らんな、誰やろな7期生いっぱい引き連れてやばいやん、めっちゃ先輩ぶってるみんなついてきーってね、どこがいいかな。7期生全然、誰やろ、マイティーぐらいかな、ご飯行った。そうやな、ワンジュ、ワンジュも行ってないな、しゃべっけど、ユナのね、あ、行く、全然私そう言ってない、みんなと仲良くなりたいのにあ、待って、エルフ荒川さんとギャル食べてほしい、めっちゃしたいめっちゃしたいんだけど、とりあえず私は一緒に遊んでくれる人募集中ですいつでも誘って。何今の、なんか魔法陣みたいなの出てきた、魔法陣や、すげえ。
お腹すいたな。聞いてください、今日の昼ご飯ね、うなぎ弁当やったんですよ。私うなぎ食べれへんねんけど、そうだから持って帰って家族にあげます、みんな食べてって。遊びに来たよ。お、サイン入り写真集当たれ、嬉しい。新種の発売も近づいてきてますね、ついに。ワクワク。うなぎ食べれないんですよね、何回か挑戦してんけどな、挑戦した上で、いや食べれんことないねんけど、なんかあんま自分で選ばないパターンあるある。好きなお弁当はお肉、薄っぺらいレアのお肉が乗ってるのがめっちゃ好きで、あとは海苔弁も好きやな。海苔弁の上にあのちくわの天ぷらとか乗ってるのが好き。あ、公園帰りの新幹線内で見てます。気をつけて帰ってくださいね。うなぎね。写真集オンラインサイン会、そう受付中なんですよ。なんと、え、言ってないっけこれ、あれ告知したけど、そうなんですよ。10月の21日に、あ、それも決めればよかった、ほんま後悔しかしてない。10月の21日にオンラインサイン会のイベントが発表されました。オンラインサイン会ね、なんかしばらくね、お話し会とかもない中で、サイン会とかもない中でね、なんかそういうイベントをさせていただけるのが嬉しいね、喋ったりできるから。その受付もまだ10月まではあるので、ぜひ皆さん来てください。オンラインやからね、来やすかったり、やっぱ遠方の方も来ていただけると思うし、時間とかもね、そんな取らないからさ、ぜひ皆さんいらしてください。何節約すればいいですか。いっぱいいっぱいですね。よろしくお願いします。嬉しい、写真集のイベントできるの嬉しいし、なんかまだまだいろいろ告知されるかもしれないので、皆さん楽しみに待っててください。ねえ、なかなか会えないですね。さすがに10月は会ってイベントできるんじゃないとか思ってたんですけどね、私やっぱまだ難しかったな。でもよかったです、オンラインでもできて来やすいですしね。わーい。私ギャルみたいな喋り方してる？めっちゃハーさんに言われるんですよね。モネさんってギャルですよねって。私はギャルじゃないの。ギャル好きやな。荒川さんのあんのり私めっちゃ好きやねんな。なんかずっと見てられる。なんかギャル、この前の広がた NMB にエルフさんが来てくださって、でそこでなんか誰が一番ギャルかみたいな選手権をなんかいろいろしてたんですけど、そこでなんかギャルシチュエーションみたいなのがあって、なんかギャルになって告白とか、ギャルになって店員さんとかがあって、もうそれがほんまに面白かったんですよね。なんかもっとギャルの友達欲しいなって思ったもん。なんか自分が明るくなれそうじゃないですか。ね、ギャルメイクもしてみたいですね。エルフさん、エルフさん、エルフさん。あ、ティーさんも私めっちゃ好きやった。ミカニャンもギャル。ミカニャンはネイルからすごいギャルやから、爪真っ白爪真っ白のロング、あれ似合うのすごいですね。ティンさん会いたい、私も
なんか今日ティンさんの話になってな。なんかティンさんはすごい公園の職人やったよねっていう話になりましたね。なんかトークとかもとりあえずティンさんいたら安心みたいな、安心あげーみたいな感じでしたよねっていう話をしてました。卒業メンバーさんに会いたいですね。全然連絡取ってへんからな。ね、とりあえずエイリン、ほんまエイリン、エイリン会いたい。エイリン電話しようエイリンと電話しますわ、ね、では私はお腹が空いたので終わりましょうかね。ではランキング発表します。13位よいちさん、12位つらかわいすぎてさん、11位とりあおじさん、10位おぎ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 9位ゆめのちゃん、8位山田真剣佑さん、7位うかうかしてる黄色おかちゃん、6位ずんちゃん、5位ゆうさん、4位野原しんのすけのすけさん、3位まゆかちゃん、2位じょうさん、そして1位は富士さん。ありがとうございました。皆さんお気をつけて帰ってご飯食べて寝てくださいねじゃあバイバーイ。